百田直樹氏の話になります。3年以内で日本は滅びると言いました。ごぼうの党の、党首奥野拓司さんですか。彼は2024年に日本は中国と戦争になると言っております。ウクライナの次に戦場にされる可能性が一番高いのは日本なんですよ。台湾じゃないんです、日本なんですよ。2024年って2年後ですよ。日本は戦場にされるって言ってます。私もその可能性は非常に高いと思ってます。まあ人の言葉借りるのもあれなんですけどね、私はもっと前から言ってましたから。最近ね、やっとですよ、選挙前から言ってほしかったけども、日本はあと3年で滅びると百田直樹氏がね、まあ言い出した。いいんですか、このまま雑誌滅びて。そういった中で私たちは問題を一個一個取り除いていかなければいけない。